皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病、闘病生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、昨日の通院のね、血液検査のね、報告でございます。結果はね、良好でした。そんな結果に至るまでの道のりとね、その報告を受けた内科でのね、お話と、それにちなんでの薬にもね、変更がありましたので、そちらのお話も含めてこれからね、お話ししていきます。いや、これまでのね、通院の中でね、一番いい結果が出ましたわ。そんな昨日なんですけどもね、午前11時にね、病院に着いたんですけどね、そこからね、全ての科のね、受診を終えてからね、会計をして薬を受け取って駐車場を車から出したのがね、夕方の5時半でした。もう6時間半もかかりましたわ。さすがに疲れましたね、本当に。で、これはね、毎回のことなんで、承知の上なんですけどね、待ち時間が長いんですわ。こうね、一つの科ごとにですね、待ち時間があるからね、それなりにその計算をして予約の時間をこう入れてもらってたんですけども、さらにそれを上回る待ち時間でございました。昨日のね、最初はその採血が終わってから LTFU 外来というね、骨髄移植をした患者さん向けの長期にわたるそのフォローアップ外来というのがあるんですけども、そこはね、その骨髄移植をしてから、これまでの生活やこれからの、不安要素などをね、相談乗ってくれる外来でして、その診察室に入った瞬間にね、担当の看護師さんからね、やすさん、前回よりまためっちゃ痩せましたね、なんか全体的にシュッとした気がしますと言われてね、54キロですとね、現在の体重を言ったらね、びっくりしましたわ。でもね、身長が173センチに対して体重が54キロなので、そこまで痩せなくてもいいのではって言われたんですけどもね、っていうかね、痩せろって言ってきたのは病院側じゃないですかと。痩せないとか悪玉コレステロールや中性脂肪や総コレステロール値、糖尿病 そのヘモグルビン A1C が、ね、上がったままになるでしょ、飲んでる薬の関係でそれらの数値が上がってしまうのは仕方ないとおっしゃられますが、それを理由に甘えてたら体悪い方向に向いてしまうでしょ。だから自分でね、コントロールできるところといえばね、というかコントロールせなあかんところは体重なんですよ。そうでしょと、このようにですね、まるでね、クレーマーになったかのようにですね、すかさずバーってこう言い返しちゃったんですよ。そしたらそれがきっかけでね、今回の血液検査のね、結果の閲覧がね、始まりました。昨日の動画でもお話ししてましたけどもね、その悪玉コレステロールや中性脂肪、総コレステロール値と糖尿病のね、ヘモグルビン A1C のね、数値を正常にしたいと言ってたんですけどもね、昨日のね、動画で僕間違えてね、糖尿病に関する種類をね、ヘモグロビン A1C やのに WT1 と説明してしまいました。すいませんでした。 WT1 っていうのはね、その血液中の中にある白血病細胞になってしまう分の種類のことでございます。大変失礼しました。正しくはヘモグロビン A1C です。ほんでね、その悪玉コレステロールや中性脂肪、総コレステロール、糖尿病のヘモグロビン A1C が、僕が一番気にせなあかんかった数値なんですけども、なんと今回それらが全て正常値だったんですよ。いや、素晴らしいことですよ、本当に。前回はね、その TC という表記でね、トータルコレステロールと呼ばれるね、その総コレステロール値がね、まだまだその基準値をね、オーバーしてたんですよ。そのね、総コレステロール値というのはですね、簡単に言いますとですね、善玉コレステロールと悪玉コレステロールを合わせた数値のことを言います。で、前回はね、悪玉コレステロールがちょっと下がってたんですけども、その総コレステロール値としてはまだまだ高いままだったんです。でも今回はね、その悪玉コレステロールがすごくグッと下がってくれてましたんで、結果的に総コレステロール値が下がってくれていました。これはほんまに嬉しかったですね。それにね、その帯状疱疹になってからのね、その神経痛を抑えるための、ね、薬を使ってたらね、その糖尿病のヘモグロビン A1C っていうのがね、上がってしまうというその副作用がね、多く見られるんですけども、そのようなことはね、あまりなかったですね。この薬の副作用というのはやっぱ人によって様々ですけども、その帯状疱疹のその神経痛を抑える薬をね、その渡されるときっていうのは、その同時にね、その薬の説明が書かれた小冊子がね、渡されるんですよ。プラプラってちっちゃい小冊子がね。その小冊子をね、わざわざ渡されるということはですね、この薬を使うとここに書かれてある副作用が出る人がめっちゃ多いということっていうのも十分に想像できますよね。だからビビってたんですけども、僕はそうではありませんでしたね。
ね。なんとかまあ僕の場合は数値が上がらずに済んでよかったです。まあ、それもこれもね、その食事療法というまあ過酷なトレーニング、まあ、修行と言ってもいいと思うぐらい、まあ、辛かったというかね、まあ、その食欲という欲をね、無理やり抑えないといけない、まあ、苦になることを続けてたからです。ね、人間のね、最大の欲とも言われている食欲ですよ。それをね、抑えないといけないというのがね、すごいね、ほんまに苦痛で仕方なかったですね。でもね、人間というのはですね、まあ、最初はいやいややってることでもね、続けていれば慣れてきて習慣になってきてですよ。まあ、3週間以上もね、それが続くとですね、逆にその習慣を続けてないとなんか罪悪感に苛まれる生き物なので、もう体がね慣れてしまっているんです。で、心もそういう風になってしまってるんですよ。で、そしてさらにね、もっと工夫をしてさらにいい結果を求めて、今回の血液検査の結果なので、まあ、体でね証明できたのでね、ほんまに良かったですわ。あと、ほんでね、まあ、その濃い味付けのものが食べれないというその僕の粘膜障害がね、功を奏しましたね。まあ、濃い味付けというのはですね、美味しさを感じることができますけども、どうしてもまあ粘膜障害でできるその傷口とかっていうのをね、そうわーっとチクチクチクってね攻撃してしまうんです。なので、ね、そんなね攻撃されて痛い思いしてね、嫌な気持ちになるぐらいならね、まあ、無理にね美味しいものをね食べたいという気持ちさえも抑えつけてでも痛みはね回避したいもんなんですわ。で、そこを逆手に取ってみたんですよ。まあ、こんな体でもですね、その粘膜障害というようなね悪いところもですね、まあ、一つの個性として考えるとですね、その個性をね生かすことがねできたんですよ。それでなんとかね、そのいい数値をね叩き出すことができたんです。で、それで気分を良くして、そのままね内科の診察室に入るとですね、まあ、先生からも数値をね褒めていただいてですね、まあ、なんとこの度ですね、免疫抑制剤のが減量されることになりましてね、 12.5mg からね 10mg にねなりました。でも、まあ、これによってね、実はね GVHD がさらにひどく出てくる可能性もあります。今はね口の中だけの症状ですけどもね、他の臓器に影響が出てくるかもしれません。でも、そうしないとね本来のね白血病の治療になりませんのでね、そうすることでね、その GVL 効果というのがあるんですけども、それはですね、そのドナーさんの細胞に、僕のその密かに残っていると思われる、まあ、悪い細胞があるんですけども、その子の細胞をドナーさんの新しい細胞に攻撃してもらって、排除してもらって、白血病の再発を防ぐという治療法っていうのが、成立するんですよね。そのね GVL 効果というね治療法がね、その骨髄移植の狙いなんでね。そうした過酷な体の状況の中でね、コレステロールなどの数値がねバッと上がってしまうとですね、違う病気にかかってしまうんで、気をつけていかなあかんわけなんですよ。ただただね、そのコレステロール系の病気になるからじゃなくて、元の病気も治さなあかんし、治す過程で違う症状が出てるし、さらにもう一つね病気を増やすことになりますので、それを回避するために、最低限に抑えるためには自分でねコントロールしておかなければなりませんということなんですよ。まあ、そのコントロールっていうのもね難しそうに聞こえますけどもね、まあ、意外とこう皆さんがやられていることと同じことでできますのでね、まあ、特殊な病気やからその特殊な方法でしか無理とかっていうわけじゃなかったんで良かったです。まあ、僕がやってるのはね何回も言ってますけども、まあ、味付けをしない野菜多めの料理なんで、すごく簡単なことです。ただそれをねすりつぶして流動食にするだけなんでね、まあ、ただ全くね味がないので皆さんにはちょっと気づいかなと思います。まあ、痩せたかったらね僕の真似してやってみてください。まあ、そんな感じでね、内科でのね血液検査の結果が良好だったことと、まあ、良好に至るまでのお話でございました。そんな感じで今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。